一通りは中華民国で使用されている非接触型 IC カードである。発行は一通表彰講師が行っている。名称は一在手、譲る四通発達というキャッチコピーにちなんでいる。2007年12月に高落し運行士が発行開始、2008年4月7日に高落し運行戦開通と共に正式に運用開始した。 台湾での他の電子マネーと同じくセンサーはフィド技術を使用している。2014年2月13日に一通り講師が発足後、高尾俊運講師からカード業務を引き継ぎ、交通機関以外での小学決済や南部を中心とした自治体での市民カード、学生賞、図書館での貸出証賞にも役割を拡大している。現存する台湾の4大電子マネーのうち、 発行枚数は3番手であるが、近年急速に勢力を伸ばし、2016年8月に1000万枚を突破している。台湾のバス、二津鼓三観などの連絡船でも使用できる。購入及びチャージは、高尾都市運各駅窓口や台湾の統一長賞、全家便利商店、OK 長ー内自不便利商店で可能、また、各駅構内設置の乗車券販売機でも、 チャージは可能である。使用期限は基本的に10年くらいに設定されている。そのため、最終チャージ日より10年以内に一度はチャージを行うように呼びかけている。2017年3月現在台北都市運の改札口に設置されていた UU カードと1、カード売りのタッチセンサー一般航路客運、国道航路客運にいわゆる4台長賞にて利用、可能。 反対やザ中国語、ありがとうございます。